やっはろー、どうもこんばんは。はい、マジラジオに浜です。はい、現在11月11日木曜日の午後6時36分ですね。はい、今日うちの母は仕事行ってますんでね、ソードアートオンライン2、1話2話見まして、3話は撮影する予定じゃなかったんですけど、ちょっとせっかくなんで撮ろうと思います。なんかシノンの過去かなと思って、気になるなと思ったんでね、びっくりするかもななんて思ったんで、はい、ということで、簡単に自己紹介しておきます。はい、僕の名はマジラジオ芸人浜と言います。一生瓶乗ってジャグリングしてハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。はい、この本の著者であり現在40歳、芸歴は15年目のマジシャン、大道芸人、パフォーマーの、やってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて会社員を辞めて、パフォーマーになり、主に子供たちの前でショーしてますが、現在コロナの影響で去年の2月頃から事実上の廃業状態、無職状態となってますね。貯金切り崩して生活してます。めちゃくちゃ自粛してますが、その自粛中にアニメにハマって、約1年7ヶ月で500作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、今はアニメリアクターを真剣にやってます。はい、よかったら応援よろしくお願いします。はい、そんな僕のですね、自己紹介動画、あとはホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど全て説明文にまとめてますんで、ぜひともチェックよろしくお願いします。はい、で過去の、アニメリアクションに関しては、作品別に再生リストにまとめてます。ちょっと事情があってほとんど消えてますけどもね、チェックしてみてください。そして来年の9月にはどでかい発表がありますのでお楽しみに。それではいきましょう。 D アニメストアですね、ソードアートオンライン3話です。はい、いきまーす。3、2、1、スタート。どうなの、これリアクションあんませえへんかもね。これシノンやね。鮮血の記憶ってのがすごい気になるなと思って。浅田シノンっていうのか、これいじめられてるパターンかな。なんかあのサムネがね、あの D アニメのサムネが これなんですよね。これはなんかただことじゃないような、なんでちょっと3話はあのちょっと自己判断で撮影します。で次4話5話はもう普通に撮る予定なんで、明日からね、ちょっと僕が朝6時起きなんです。いよいよ中学校でのね公演6ステージあるんで、明日はちょっと今日はもう早めに寝なあけません。さあ、ほんでキリトがついにあれかな、 GGO に入ってくるのかな、ガンゲールオンラインに。鮮血の曲なの、これがシノンがなんかとんでもない目になってんじゃないかな。やっぱいじめられてんのかな。あ、今のとこやさまで、なになに、
何なん、何これ、これが今のがあれか、あのオープニングで手差し伸べてくれてるちゃうかな、あ、やっぱそうや、新川くん、あ、2話の話か、なんじゃそれああ、ソロじゃ弱いってことね、個人戦で20位に入るってことね。高校には行ってないっぽいね。アジ型ってのはアジリティ型とかいうやつ最初に出た。強くならないとっていうのは現実世界での話をしてるのかな。一人暮らしか。
すごい鍵やな。何やこれ。銀行強盗か。ああ、母ちゃん殺されるのかな、これ。誰が撃たれた？おう。おう。あ、そういうことか。とどめ。いや、壮絶すぎるやろ、これは。ほな、これ母ちゃん。いや、これはきついな。
本当に母ちゃんどないなってん。こことキリトがどないして出会っていくんやろ。母ちゃん気になるな。どないなったんや母ちゃん。あれキリトバイク乗ってるやん。言うてええのこれ。誰？薄塩たらこ？あ、かやば？あれ？でもかやば死んだあいつだな。誰や？誰？アキさん。ああ、世話になったあれか。あ、ここでやんのね。何ここでアミスフィアをかぶるってこと？美人看護師と二人きりだと言って若い衝動を暴走させないように。
母ちゃんは？あられおじか。なるほどね。あられおじのために始めたのね。バレットオブバレッツで B.O.B. か。ほな、ここでキリトと出会うんかな。今キリトも入ったから。ファイナルファンタジーのサボテンダーやんけ。これがデスガン？あ、死の狙われたりやん。うわ、こいつがデスガンか？浅田し、あ、しのか、しのでしのか。新川くんは、あ、しの、聞いたことあるんだろ。あ、あきさん、川澄彩子さんや。そうか、新川くん聞いたことあったら、花江夏樹さんやったろうね。ちょっとあのいじめっ子たちのキャストが気になる。ちょっと見させてください。あ、エンド、あれ日笠陽子さんやったんか。エンド、えらいとこに日笠陽子さん使ったなこれね。あの神谷博さんもゼクシード即死しましたもんね。なんか使い方がどういうのすごい。
ね、あきさんが川澄彩子さん女子生徒、あと分からへんな、うん、まあまあまあ、はい、ということで、まあ、ちょっと今回自己判断で撮影しましたけども、いやーびっくりですね、シノンの過去ね。いや母ちゃんどこ行ったん、それがちょっと気になってますけども、うん、と2歳の時に親父が死んで、で母と故郷、母の故郷に帰ったって言ったかな。でそこの郵便局かに来た強盗を、まあ銃を奪って殺してしまったわけね。ハードや、ハードや、過去が予想以上にハードやわこれ。先決の記憶ってハードすぎるぞこれは。あれは何年生の時か知らんけど、なるほどね。それ以来まあ銃を見るとトラウマになってゲー吐いてまうわけね、パニックを起こすと。で新川くんがガンゲールオンラインを紹介してくれたと、荒領事として、荒領事として始めたのね。なるほどね。で仮想空間の中では平気やから、仮想空間で最強になればってことね、現実世界の私もあの克服できんじゃないかということね。これはもうシノンがなんかめっちゃ頑張ってほしいわ。うん。で一方キリトはついにまあまあアスナに話をして、コンバートって何やろ、初期化みたいなもんかな、 ALO をコンバートするの、再コンバートするからって言ったけど話してもよかったのねあれね、別に。うん。でなんであの遠藤はそのあれこのシノが銃に苦手というか知っとんねんやろ、出回ってもうてる話なんかな。進化も知ってたから荒領事を進めたってことは、周りにこう周知されてるってことかな、なんでやろそれは、やっとしたら。うん。でじいちゃんとは電話してたけど母ちゃんはっていうのが気になるし、でまあキリトはそのアキさん看護師とのちょっとやりとりおもろかったですね。ついに GGO に入っていくわけですね、これから 4,5 時間入るってったかな。さあそして最後にデスガンがまさかの、次のターゲットをシノンにしてたということで、これデスガンが進化とかねやったらね、なわけないか、なわけないな。うん。進化はねオープニングでは手差し伸べてるけど、うん、はい、まあまあまあということで、まあ今回はシノンのね壮絶な過去が明かされたということでびっくりでした。今後このキリトとね、あの誰か助けてっていう言葉がこれキリトかなと、キリトが助けよんのかなというね、多分新ヒロインでしょうしね、どうなんだろうな、キリトが助けるんでしょうね多分。ということで、まあソードアートオンライン23話でした。よかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。はい、現在大道芸業界は死んでおりますんでね、月に仕事が1本あるかないかという中で僕は生きてますけれども、去年の3月27日になんとなく、バイオテーバーガーデン10話のねリアクション動画を投稿したのをきっかけに、アニメリアクション始めて今1年8ヶ月目なんですが、まあ、残念ながら著作権の警告をね、去年2回受けて半年分削除、今年また2回受けて今、11ヶ月分削除ということで、結果全部で1年5ヶ月分削除になりました。詳しくは今年の10月5日6日のねライブ配信のアーカイブよかったら見てみてください。泣く泣く消してますんでねはい、まあそんなことで、まあどん底を味わいましたけども、また今1からね根性を入れ直してアニメリアクションやり直してますんで、ぜひともね皆様の応援よろしくお願いいたします。そしてねもういつも皆様からいただくコメントや、まあ、励ましのね、お言葉などなど、そういったものでね僕は立ち直って今、まあ頑張ってますんで、ぜひね僕と一緒にアニメを見て楽しんでやってください。お付き合いよろしくお願いいたします。はい、最後に僕は大道芸人パフォーマー、これが本業ですので、せめてホームページだけでもいいですし PV だけでもいいです、何でもいいんで1個だけでもいいんで覗いてください。そして大道芸人、そして僕に興味を持っていただければ最高です。はい、最後にどうもありがとうございました。はい、以上マジ大道芸人浜でした。それでは。